dream is a wish your heart makes. Dream Wonderland. My heart draws dream. Heart and dream. Heart and dream 来ました。どん。どん。どんどんどん。イエーイ来ました。アミちゃん、イエーイ。イエーイ。来ました。ということでですね、今日は木崎アミちゃん。はい。DIY。はい。縁といえば。はい。木崎アミちゃん。私です。ということで、1回目からね、はい、ありがとうございます。出演していただいてるんですけど、はい、なんと今日は7軒目。7軒目も行くんですけど。どこまで行くんですか。いや、もう10軒ぐらい行こうかなと思うんですけど、すごいですね。なんとですね、今日 DIY 物件、はい、今日はね、またまた来ました。はい、また来ました。カントリーライフ。お、真鍋さん。真鍋さんですね。営業のね、不動産担当。はい。販売。皆さん、テレビの皆さんですね、なんとセカンドライフを探している人、うん、これから注目で素晴らしい物件紹介しますよということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは真鍋さん、どうも。こんにちは。こんにちは。素晴らしい物件が出来上がったということで、はいはい、この物件なんですけども、はい、前以前も出したんですよね。そうなんです。今日は以前出した物件やけど、なんかさらにバージョンアップして、はい、綺麗になって、はい、値段も手頃値段が、はい、間違いないですか。間違いないです。販売価格ズバッときます。まあ、後ほど。以前の物件をね何件かもうこの間はもう問い合わせがあって売れて。そうですね。セカンドライフ、スローライフ、はい、で第二の人生、はい、もしくは家族連れ、うん、会社のリモートライフ、全てに対応できるということで、カントリーライフさん今テレビの出演多い真鍋さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。アミちゃん、今日行ってみましょう。はい、行ってみましょう。イエイイエイ。兵庫県宍粟市一宮町の別荘地に立つ DIY でリノベーションした物件をご紹介。 DIY とはプロではなく、自分たちが床や壁、屋根や外壁、家具などを自分たちのイメージで新しく作ったり修理したり飾ったりすることを言います。こちらの物件はバーベキューを楽しめる眺望の良い天空のウッドデッキを新設。特別価格にもご期待ください。さすがにこう登ってみると、はい、ウッドデッキ、はい、改めて真鍋さん、最高ですね。最高です。どうですか。めちゃくちゃこの音なんですか。なんか、ね、小川、あ、川が流れてる。横にね、見えるんですよ。これ、はい、木があるでしょ。そこ向こうは小川なんて、あの川幅が2メーターか3メーターぐらいの小川があって、小川の横に天空のウッドデッキ。ナイス。ナイスですね。これ高さ作ったのはすごいですね。うん、そうですね。この一本杉を見ながら、一本杉見ながらの宍粟市の50名山の一つがまた見えるような形で。ね、で亜美ちゃんで、はい、こっから向こうの谷が、うん、はい、雲海が見えるんですよ。ここから10月ぐらいに。条件が整うと雲海が出るんです。全部揃ってますね。そうなんです、はい、実はこれね、どんな人がこういうとこで住まれるんですか、今真鍋さん。そうですね、コロナになってからはリモートワーク用で、リモートワーク、あー、企業さんの、そうですね、社員さんが交代で、そうです、もうそういう方も増えました。老後、老後リタイアして、うん、愛の巣ね。そうですね、デビューを落としましたね。いましたね、はい、前回の前回しました、はい、愛の巣の。そして、子供さんが小さい子育て、はい、ファミリーも、はい、っていうことでセカンドハウス、はい、でセカンドハウスで子育てしてると贅沢ではないですかね。そうですね。そんな価格が高かったらね、なかなか。そうですよね。ね、そうね。で以前、まあ、ここを出しました、はい、その時が780万ぐらい出して、はい、でまあ実際にそれから、外壁、外壁、はい、屋根塗装、ウッドデッキ、ウッドデッキ作った、はい、外壁とウッドデッキだけでいくらぐらいかかったんですか。もうおそらく2階建てなんで100弱ぐらいは。でデッキだけ で、まあこれ高さがありますよね、150、うわ、今多分かかってる300ぐらい、うん、で780に300足すと、うん、1080万なんですけど、はい、いくらでの販売になるんですか。今回は980万円。お、さすがカントリーライフさん。でももうちょっと、そうですね、やっぱりセカンドハウスやし、もうちょっとファミリー向けに買ってほしい今回は。ぜひね、やっぱりこういう DIY できるし、はあ、いはいはい、でもセカンドハウス住みたい方たくさんいらっしゃると思うので、いらっしゃると思うよ。カントリーライフさんの力、まだまだこんなもんじゃないと私は信じてます。どっかの通販番組みたいなと思う。ありがとう。いや、じゃあちょっと根交渉。
そうですね、カントリーライフさん、はい、まあまあ、オーナーさんとね、まあ、もう相談させていただいてたんで、はい、でなんか販売価格はなんか責任持っておられるんですよね。そうですね、じゃあ紹介してる真鍋さんが、はい、あ、じゃあここでなんとかちょっとアミちゃんなんか言ってよ。じゃあちょっともうね、ちょっと視聴者の皆さんを代表して、私からじゃあちょっとこの頭を下げさせていただきたいと思います。わ、ね、はい、かりました。じゃあ今回は880円。本当に、え、いいんです、外壁も全部直して、はい、あれから直して、はい、屋根も塗装もして、ウッドデッキもこれだけのデッキ作って、はい、下のデッキもあのリビングがつながってるデッキ作って、横に塀作って、はい、300万近くかかった、はい、それを880万いこう。い、絶対これいきますよ。お願いします。880万、安いって。それはすごい。誰でも綺麗になれる場所、マイプレイスビューティークリニック、南先生の美容整形外科。マイプレイスビューティークリニック、詳しくはホームページを検索。僕がいつも守りたいものは、優しさと愛があふれる結婚相談所、婚活するならハートフルマリアージュ。大阪堺の梅ちゃんです。今日もあなたの街を行く大阪堺の。不動産のことなら SP ハウジングルー。こちらは傾斜地の利点を生かした眺望良好な物件、開放的な吹き抜けや季節を問わず人気の薪ストーブがあり、条件が整えば雲海も望めるリノベーション済みの物件です。改めて以前ここ出しました、はい、1580万出てました物件ですけど、これは薪ストーブがアミちゃんありましたね、暖炉あります、いいですね、はい、そして値下げをしました、うん、いくらだったんですか。1380万。おお、それを今回は今いくら、1150で現在。あ、すごいですね、紹介。1150万、はい、どうですかアミちゃん。私は納得いかない納得いかないです。あらら、カントリーさん、あ、ここちょっとグッといきましょ う, そうです、はいはい、じゃあ頑張ります。今回はテレビを見たで980万円。おお、テレビを見たで980万円。え、もともと1580万、はい、スタート。そして1380万で現在1150万。わあ、で、で、物はむちゃくちゃいいんだよね。はい、いや、いいです、いいです。そして今日はアミちゃん、はい、今日はの一言で980万、はい、アミちゃん値下げ、すごいな、はい、ということで、はい、じゃあ980万ということで、はい、すごい物件です、はい、皆さんぜひカントリーライフさんここに出てられますので、スローライフということで終わりにしたいと思います。テレビの前の皆さんも一緒にですね、やっていきたいと思います。今日はね、アミちゃんどうもありがとうございました、はい、そしてカントリーライフさんありがとうございます、ということで、ハート&ドリーム、また来週見てね。やばいです。聞きたいその想いを愛の言葉に乗せ、何万回も Love for you、 心からあなたのためにこのまま永遠にあなただけを思っています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。